はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルにもある通り、私がハニートラップに引っかからない理由とか、私が女性トラブルに巻き込まれない理由っていう、テーマでお話しさせていただこうと思うんですけど、というのはですね、最近この美容外科関連でですね、何かいろいろ女性トラブルとか、あるいはハニートラップとかですね、そういうのがですね、結構話題になってるんですよね。で、僕のね、インスタグラムの、メッセージとか、あと YouTube のコメント欄とかでも、なんかどこどこクリニックでなんか女性トラブルがあったんですけどとか、なんかわいせつ事件があったんですけど、あれに対してコメントくださいとか、どこどこクリニックのなんとか先生がなんか女性トラブル、なんか暴行したとか、でもそれがハニートラップなのかどうなのかとかね、それについて解説してくださいってね、そういうリクエストがですね、マジで本当にその殺到してるんですよ。だけど、具体的な話したくないんで、今日はですね、自分自身の話をしようと思います。よそのね、先生、実際そのどういう経緯でどうなったのかとかね、ネットのニュースの記事とか噂話だけでね、憶測で話すの良くないかなって思ったので、ご了承ください。はい。で、美容クリニックの医者とか美容クリニックの院長ってね、そういう女性トラブルって結構多いんですよ。ニュースになったりとかするし、基本的にですね、ハニートラップとか女性トラブルってそういうのを芸能人とか、あと政治家とか、有名人がですね、そういうのに巻き込まれやすいっていうのがありますよね。特にハニートラップなんかは基本的に昔ながらの筒持たせ、女性をあてがって、そういういろいろね、そういういやらしいことがあって、で、後からですね、この女性が被害受けたんだ、どうして増えるんだって、強姦したんだ、暴行したんだとか言ってね、これ訴えるぞとかね、で、場合によってはマスコミに訴ったりとか、してですね、で、トラブったりとか、その実際にはどういうことが起きたのかっていうのははっきり分からなくて、本人同士しか分かんないっていうのがあるんですけど、そういうのに巻き込まれやすいんですよ。で、なんでかっていうと、基本的にお金持ってる人が巻き込まれやすいんですね。で、あとは失うものが多い人ほど巻き込まれやすいわけです。例えばお金もあんまり持ってなくて、失うものもなくて、知名度もほぼなくて、あとはファンとか支持者もいないんだったら、そういう人たちはそのハニートラップのターゲットにすらならないわけですよね。なので、有名人とか政治家とかですね、あと歌手とか、あと有名なお笑い芸人とか、そういう人たちが、そういうトラブルが多いですよっていう話なんですけど、もちろんね、そういうの全部が全部ハニートラップじゃなくて、本当にその芸能人が暴行するとか、美容外科医が暴行するとかですね、そういうのもあるので、全部が全部ハニートラップじゃないんですけれど、そういう女性関連のね、トラブルが多いですよっていう話なんですけど、ということで、美容外科医もですね、そういう女性トラブルとか、あるいはハニートラップらしきものが結構多いんですよね。美容外科医もね、本当に悪い人間って一定数いますんで、そういう人間が本当のハニートラップに引っかかることもあれば、本当にただ単に暴行するだけとかですね、ろくでもない輩っていうのもいるわけなんですよね。で、僕自身ですね、そういうのめちゃくちゃ気を使ってるっていうか、気をつけてるんですよ。っていうのは、僕ってね、絶対格好のターゲットになると思うんですよ。高須クリニックの高須幹也がなんか女性トラブルを起こしましたよってなったらですね、もう、マスコミも食いつくし、なんかネタ的に絶対喜ぶ人いっぱいいると思うんですよ。面白くなっちゃうと思うんですよね。だから僕は常にターゲットにされてると思って、すごい気をつけてます。なので、ハニートラップとかにもね、引っかからないようにもしてるし、そういう女性トラブルにね、巻き込まれないように、すごい気を使ってます。で、幸い今のところそういうトラブルって一度もないんですよね。もちろんハニートラップとかも引っかかったことないんですけど、で、僕ね、まず何が一番いいかって、お酒飲まないのが一番いいんですよ。お酒飲めないんですよ。実際にはちょっとは飲めるんですけど、日本人って大体4割ぐらいの人がアセトアルデヒドを
をね、分解する酵素が足りなくて、まあお酒最初飲んでね、気持ちよくなるんだけど、すぐ顔が真っ赤になって心臓がドキドキしちゃって気持ち悪くなったりとかする人が、まあ日本人4割なんですけど、僕その4割にね、入ってるんですよ。これもう家系的、遺伝的に、そういう体質なので、僕逆にそれがね、すごい良かったと思うんですよね。逆にお酒飲める体質だったら、ストレス発散とかでね、ワイワイみんなパリピみたいにガブガブ飲んで、でそれで自ら女性トラブルに引き込まれちゃうってことがね、あったかもわかんないですよね。なので僕自身がね、お酒飲めない体質だっていうのは、ある意味ね、本当ラッキーだったと思いますね。で、まあ基本的にね、飲み会とかパーティーとかね、あんまり行かないんですよ。まあ誘われることはありますよ。で、誘われてね、ちょろっと顔出すこととかもたまにはあるんですよ。まあどうしてもこの先輩には断れないなとか、お世話になった人だから、まあ大学時代とか高校時代とかお世話になって、まあちょっと断りづらいなって、どうしても顔出してくれって言われて、ちょっと顔出したりとかあります。だけどそこでも絶対にお酒飲まないです。お酒一滴も飲まないです。で、大抵車で行きますから、車で行くし、もう飲めませんと言います。で、昔、20代の頃、あるいは30代半ばぐらいまでは、偉い先生とかね、目上の人にね、飲め飲めって言われたら、断れなかったんですよ。でも今49歳で、まあそれなりの年齢になって、それなりのポジションがあるとですね、もう断れますね。これ良かったと思います。昔は断れなくて、飲めないんだけど飲んでたっていうのがあるんですけど、今はもうガンガン断ります。僕は飲みません、一滴も飲めません、体に悪いですから、車で来てますからって言います。はい。で、まあ、先輩にねご飯誘われて、まあ、男ばっかりで食事会飲み会だと思っても、その現地に行くと女性がいたりとかするんですよ。で、やっぱホステスさんとか、なんかギャラ飲みっぽい女性、呼ばれた女性、まあ男ばっかりでさ、仕事の話とか近況を話すとかで僕はいいと思うんですけど、なんか女性を呼びたがる人っているじゃないですか。すぐね、その男ばっかりだとね、女呼べってね、可愛いお姉ちゃん連れてこいとかね、そういう男いるじゃないですか。そういう人が先輩だったりとかすると、実際現場に行ったら女性がいるっていうことがあるんですけど、まあ、そういう場合でもね、もう一滴も飲まないです。で、大体ね、1時間か長くて2時間でもう帰ります。二次会とかね、この後、どこよく行こうよ、キャバクラ行こうよとかね、クラブ行こうよとか言ってもね、もう断ります。明日仕事ですから、帰らないといけませんって言ってね、すぐ帰るとか、二次会とかもね、行かないようにしてます。で、それによってね、付き合い悪いなとかね、感じ悪いように思われたりとか、あるいは、場が崩れるような感じになっても、でも僕はもう帰ります。まあね、最初呼ばれてね、ああ、高須先生、わあ、三木谷先生、わあって盛り上がって、まあ、それなりに僕、ちょっと面白いトークとかして、わあって盛り上がるじゃないですか。でも、わあ、楽しいって言って、あ、次行こうって言ってもね、もう帰りますって言うんですよ。で、一気に場がしらけますけど、そんなのお構いなしで僕は帰りますから。はい。という感じで、で、付き合い悪いって言われてもですね、ちょっと気まずくなってもね、また会う時にね、何事もなかったかのようにね、あ、この間どうも楽しかったですねってね、何事もないように僕は話しますから、はい、接しますからね。はい、っていう感じでね、お酒飲まないからハメ外さないっていうのがね、一番の僕のメリットだと思うんですけど、大抵その女性トラブルに巻き込まれる男って、お酒飲んだ時なんですよ。基本的にお酒飲んだ時って、理性がなくなって本能むき出しになるんですよ。で、性欲むき出しになるんですよ。なので、シラフだったら冷静な判断ができても、お酒飲んでるとね、冷静な判断ができなくて性欲高まって、それが抑えられなくてね、なんか一緒に何とかとかね、胸に手入れたりとかね、ちょっとエッチな話してセクハラっぽくなったりとかして、場が崩れてね、おかしくなって女性に嫌な思いさせて、後でなんか訴えられるとかね、そういうのがあると思うので、まあ、お酒飲まないって本当にね、僕いいと思いますね。僕常にね、賢者モードですから、もう賢者モードを超えてね、もう聖人君主ですから、僕はお酒飲まないから、聖人君主モードで、みんなのお酒ワイワイ盛り上がってるところで喋りますから、だからハメ外さないですからね。はい。あとね、基本的に僕ね、パリピじゃないんですよね。キャバクラ行ったりとかね、
あとそれ以外にクラブとか、あの、なんですか、高級クラブとか、あとみんなワイワイ踊ったりとか、ジャカジャカやって、ね、お酒飲んでわーってやるクラブとかも行かなくて、そういうとこ行くとさ、なんか変な薬物とか大麻とか違法薬物とかやってる人とかもいてね、でお酒も飲んでるとね、ノリでついついそういうのもね、誘われるとやっちゃうっていうのはあると思います。それで巻き込まれてね、逮捕されたりっていう芸能人とか有名人とかもいますんで、まあ、そういうとこも行かないです。あんまりそういうとこね、好きじゃないっていうのもありますよね。だから基本的に診療、僕が休みの日なんかは家でずっと仕事してたりとか、あるいは YouTube 見てたりとかね、あとプライムビデオで映画見てたりとかね、あるいは外出るとしたらゴールドジムで筋トレするとか、あるいはイオンでね、お買い物するとかね、そんな感じでね、基本的にパリピじゃなくてね、あんまり外でワイワイやんない人間なので、だから余計にそういうのに巻き込まれないっていうのはあると思います。なのでね、普段の僕のことを知ってる人だったらね、みんなこれ分かってくれると思うんですよ。本当に結構普段から地味で、そんなに派手なことしなくてギラギラしてないんですよね。結構僕は遊び人でギラギラしてるって思われがちなんですけどね、全然そんなことないんで、だからそのパリピの女性もあんまり寄ってこないっていうのもね、あるかもわかんないです。そういうところに行かないからね。あとはね、これ大事なのは職場で職員の女性にね、手を出さない、これすごい大事だと思うんですよ。これ当たり前だろって思う人いるかもわかんないんだけど、これ残念なことにですね、美容クリニックっていうのは、まあ医者ね、若い医者とかベテランな医者にせよ、院長、もう総院長で一番偉い人でも、女性従業員に手を出すね、医者結構いるんですよ。もう美容クリニックはね、あらゆる医者の中でね、一番多いかもわかんない。まあ、高須クリニックにはいないと思います。だけどね、よその大手のクリニックの話聞くと、もうそういうのがもうめちゃくちゃらしいですね。で、結構ね、その大手のクリニック、大手でちょっと悪徳ぼったくり系クリニックなんかは、若いお医者さんがすごい多いんですよ。まあ、研修医上がりの未経験者大募集、年収3000万円保証とかね、そういう求人かけてるとこなんかは、本当に独身の20代の若い医者がゴロゴロいるんです。まあ、30代前半とかでも遊び人で、未婚のね、独身の若い男の医者がね、ゴロゴロいるんですよね。で、そういうクリニックって若い受付の女性とか看護師さんとかもいるし、で結構イケメンな医者多いし、あと若くて美人可愛い、看護師さんとか受付とかも多いんで、まあそういうのでね、男女の関係が入り乱れてぐちゃぐちゃになったりとかしたりとかね、あるいは、ね、結婚しているお医者さんでもね、女性に手出してね、職員の女性に手出して不倫するとかね、まあ結構秩序が乱れてるんですけど、僕そういうの大嫌いで、高須クリニックもね、若い女性の従業員たくさんいますよ。本当に一生懸命働いてくれる優秀な看護師さん、受付事務さんとかね、いっぱいいてね、まあ、美人な人正直多いです、はい、みんな美人な人多いんですけど、僕はね全く興味ないですから、はい、職場、仕事仲間として接してるだけであって、女性としてですね、は全く興味ないです。もう興味持たないようにしてます、うん、興味持っちゃダメですから、うん、それアウトですから、うん、だってね、一番ね上の院長先生がね、従業員と不倫してたらね、本当示しがつかなくて秩序がなくなるんですよ。本当に腐敗します、うん、僕高須クリニック以外のそういう職場でね、腐敗してる職場も今までねいっぱい見てきましたから。そこの一番偉いお医者さんが看護師さんとか秘書さんとかね、受付の人と不倫してて、そうするとなんか不倫相手の女性もそれで権力持ってね、威張り散らして、でモンスター化してね、モンスターベテラン女性従業員になったりとか、モンスターベテラン女性看護師とかになったりとかして、威張り散らして嫌いなやつ辞めさせたりとかですね、本当にね秩序が乱れて、で不倫 OK なんだって勘違いして、他の人たちも不倫して、で一番上のね偉い人が不倫してると、不倫して秩序が乱れててね、従業員手出してねぐちゃぐちゃになって辞めちゃったりとかしても、それを注意できないんですよね。だけど僕自身はね、こう不倫してないから
そういうことはしちゃいけないよっていう空気を出すことができるから、だから他の従業員たちも不倫しなくて秩序が保たれるわけなので、これはもう絶対僕は守るべきだと思っていますね。うん、あとはね、本当に最悪なんだけど、美容クリニックの医者で女性の患者さんに手を出すね、本当にひどい悪質なものがいるんです。まあ医者以外でも男性看護師とかで女性のね若い患者さんに手を出すっていう人いるんですよ。それでニュースになったりとかしてね、まあそれもね本当にねありえないです。で正直ね、僕もね診療しててね、毎日まあ10人20人場合によっては30人40人っていうたくさんの患者さんと接してると、まあ若くて綺麗な女性もねたくさんいらっしゃるわけなんですよ。でそれでね本当に時々ねなんか誘われることもあるんですよ。三木谷先生大ファンですとか言ってね、で電話番号渡されたりとかね、なんか LINE の何ですかID みたいなの渡されたりとかしてね、連絡くださいとかねありますよ。でも全無視、もうフル無視ですね。もう絶対に手出さないです。どんだけ本当にもう可愛らしい、なんですか、色白で黒髪のね魅力的なね女性がそうしてきても全く僕はもう興味ないです。もうこのクリニック内の診察室、手術室っていうのはもう神聖な場所なので、そういう日は全くないです。もう僕にとってね、このクリニック内っていうのは超神聖な場所なんで、これ柔道家にとって、柔道場、畳と同じですよ。もう力士にとっての土俵と同じで、本当にここは神聖な場所なんでね、そういうの全く興味ないです。仕事モードなので、まあ、例えばさ風俗の患者さんとかたくさんいらっしゃるんですよ。正直僕の患者さんなんか多分まあ2割か3割ぐらいが風俗嬢の方だと思うんですけど、そうするとたまにねお店のナンバーワンの可愛い女の子でね、ほんとすごい可愛いんですよ。もうアイドル級、もう場合によってはアイドルより可愛いんじゃないかっていうぐらい可愛い子いるんですよね。でそういう子もう性格も良くてでね、手術して喜んでくれるとね、名刺とかは渡されるんですよね。なんかどこどこ HH すくみず学園なん眉とかね、名前が書いてあってね、先生来てくださいとか、あるいはそういう、もうプライベートでね電話番号とか LINE の ID とか書いてあって連絡くださいとかたまにありますけどね、もう古虫です。もうそういうのに連絡したこと一度もないです。はい、もしそういうね、私がミキヤに誘われたとかいたらね、言ってくれていいですよ。もう絶対それ全部嘘だから、はい、一度もないです、はい、っていう感じで、もうその名刺もその場でね、申し訳ないんですけど捨てさせていただきます。それをね家に持って帰るとね、とんでもないことになりますんで、誤解を招くことになりますんでね。はい、ということで、あとはねインスタとかのねダイレクトメッセージとかでもなんか誘われることあるんですよ。なんか三木谷先生の大ファンですって、お会いしたいですとかね、そういうのね、有名人、YouTuber とか芸人さんとかスポーツ選手でもよくあることだと思います。みんな SNS やってるんで、魅力的な女性がね大ファンです、会いたいですって連絡先渡してくるってことあると思うんですよね。で結構ね YouTuber とかね芸能人芸人さんとかスポーツ選手とか、それ向こうのアカウント見てね、あ可愛い、すげえいいじゃんって思ったら本当に会っちゃう人って結構いるんですよね。で会ってなんかエッチなことしてそういう仲になったりとか、あるいは女性トラブルに巻き込まれたりっていうのあると思うんですけれど、そういうのはねもう僕の中ではもう絶対やらないですね。はい、絶対連絡しないです。もう無視です。はい、っていうのはね、やっぱりそういうのって絶対トラブルになるんですよ。なる可能性高いです。まあ場合によってはねトラブルにならなくて、なんか言葉悪いんだけどセフレみたいな関係でずっと続いて後腐れなくっていうのもあるかもわかんないんですけど、これね男性と女性で目的が違うからトラブルになりやすいんですよ。で男性の方はもうまあほぼ 100% 体目当てなんですよ。やりもく、もう言葉悪いんだけどやりもく、やるのが目的でその綺麗な女性と会うんですよ。で実際彼女いたりとか結婚してたりとかするしてる人が多いですから。だけど女性側は本気でファンでガチ恋なので、セフレだけでは終わりたくなくて
本命の彼女になりたいとか、あるいはもう結婚したいとかね、そういうぐらいの気持ちで会うんですよ。まあ、中にはもうセフレでいいからって、2号でいいから3号でいいですからっていう気持ちで会う人もいるかもわかんないんだけど、でも最初は2号3号でいいからって思って、そういう関係で体だけの関係がね、都合のいい女として扱われてても、やっぱりね、ずっとそういう関係続けてると、もう家庭をぶち壊したいとか、あるいはそれで冷たくされると、もう全部暴露してやるとかね、そういうトラブルに発展しますんで、まあ、そういうのって女性と男性目的が違うんですよ。やっぱり本気の恋愛とかじゃないとトラブルになります。本気の恋愛でもトラブルになるわけなんで、体目的とガチ恋がぶつかり合ったらね、いや、それはトラブルになりますよね。だからそういうのは絶対あってはいけないと僕は思いますんで、皆さんにも注目しておきますっていう感じですね。あとは何ですか、 YouTuber とコラボするときでも、女性の方とはコラボしたことないですからね。いつも男性の方としかコラボしてないです。はい、そういうのしないようにしてますね、今のところ。まあ、もし女性の YouTuber でコラボしたいっていう方が来て、で、その女性と二人きりにならないように、ね、男性も何人かいてグループでね、スタッフ交えて撮影とかだったらいいと思いますけれど、まあ、結構個人で YouTuber やってる人ってね、一人で家に来たりとかするんですよね。はい、ハガセブンさんとかもね、最初一人で家に来て男性だからいいと思うんですけれど、もし女性 YouTuber さんがね、コラボしましょうってね、一人で家に来たらね、それは良くないことなんで、そういうのは絶対ないようにしてますね。あとはね、どうしても何ですか、女性がいる場所に断れなくて飲み会行くときなんかは、絶対に奥さんに前もって言うようにしてますね。それすごい大事だと思うんですよね。うん、そうすれば、仮になんか向こうがね、なんか向こうから絡んできて、わざとトラブルを起こそうとしてきても、ちゃんと前もって言ってやれば、それを予防することがね、できますんでね、トラブルに発展するの。もしそれを内緒で言ってたら、トラブルになった時に、どういうことなのってなっちゃうからね、前もって呼ばれてね、断れないから行きますよって言えば、大きなトラブルに発展することはないと思いますね。はい。なので僕、この間さ、一人でラブホテルに泊まって撮影したじゃないですか。あれも前もって奥さんに言ってありますからね。今度一人で、バズーカ岡田さんとコラボした後、もう終電間に合わないから、そのまま世田谷から渋谷行って、渋谷のラブホテルに一人で泊まって、それ動画撮ってスーツの真似事するからっていうことを前もって言ってありますんで、それ言っとかないと、ラブホテルに入る僕の姿を見た人とか、ラブホテルから出てくる姿を見た人がね、こう写真撮って文春に売ったりとか、トラブルになるんでね、そこまで僕は予防線張ってますんでね、まあ、それだけ普段から気をつけてますっていうお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。